シンタックスハイライトされた HTML コードシンタックスハイライト公文協調とはテキストエディタの機能でありテキスト中の一部分をその分類ごとに異なる色やフォントで表示するものであるシンタックスカラーリング公文着色ともこの機能によりプログラミング言語やマークアップ言語といった構造化された言語においてその構造や公文上のエラーが 視覚的に区別しやすくなるため、ソースコードの記述が容易となる。エディタによっては、シンタックスハイライトと、スペルチェックや、コード畳み込みといった、その他の機能を統合して提供するものもある。ジョバスクリプトにて、ボッチ t コー f a l s e に続く、区切り文字が一つ足りないと、強調表示に及ぼす影響を示す様子。シンタックスハイライトは、 特に複数ページにわたるようなコードについてテキストの可読性を向上させ文脈をより明瞭にする手法の一つである。読み手は関心のないコードやコメントをそれが長いものであっても楽に無視して読むことができる。また、プログラマがプログラム中の誤りを探す助けともなる。例えば、ほとんどのエディタは文字列のリテラルを 地のコードとは異なった色でハイライトする。文字色の対比から文字列リテラルの区切り記号の抜けをより簡単に見つけることができる。また、多くのテキストエディタにはカッコの対応をチェックする機能もある。カーソル位置のカッコのペアを特別な色で表示することで、まさしく対応しているかの確認が容易となる。エディタによっては配色の情報を 印刷や他のテキスト処理ソフトウェアとの交換に適した形式でエクスポートできるものもある。エクスポート用のファイル形式としては、HTML や色付きのレイテックス、ポストスクリプット、RTF などが使われる。シンタックスハイライトが短いプログラムの理解に及ぼす影響を評価したプログラム心理学会議では、その存在により、 プログラマがプログラムの構造を内在化するのにかかる時間が優位に減少したという研究が報告された。さらに調査中に視線追跡装置を使って集めたデータを見ると、プログラマはシンタックスの強調表示により、キーワードなど標準的な公文要素に気を取られなくなったと示唆している。しかし、シンタックスハイライトにはという指摘もある。以下は、 C のコードをシンタックスハイライトしたものである。アリケイトオールザ・ウィンドウズ4ウィンズ I イ,イコールニューウィンドウ。この例ではソフトウェアはキーワードとして 4int new を編集名として i ウィンズ MAX を判別し異なる色でハイライトしている。一行目のコメントもコード部分とは区別できるようにハイライトされている。 二つ以上の言語に対応するエディタでは、シンタックスハイライトをまさしく行うために、ユーザーがテキストの言語を指定するか、エディタがファイルの拡張子や内容から言語を自動的に判別する必要がある。複数の言語のシンタックスハイライトをサポートする方法として、言語ごとにシンタックスハイライトの規則を独立して保持する方式がある。この方式には、 複数の言語に対応したエディタの作成がある程度は簡単になるという利点があるが潜在的な限界もある。例えばユーザーによっては以下のような要求もあり得る。1985年にライブパージングエディターがオックスフォード英語辞典の電子化のために開発された。これが色付きのシンタックスハイライトを利用したおそらく最初のエディタであろう。そのライブパージング機能はユーザーが 文章やプログラム、データファイル用にパーサを追加することができた。ほとんどのエディタは言語ごとにパーサを実装するといった複雑で面倒な方法は取らず、パターンマッチングによるヒューリスティックスに基づいてシンタックスハイライトを行うので、その結果は完全に正確というわけにはいかない。さらにパターンマッチングアルゴリズムによっては、 ある種の構文のハイライト処理が非常に遅いものとなってしまう。常にファイル全体を解析するのではなく、表示する部分のみを解析することでこの問題を解決するエディタもある。ありがとうございます。